松本菊生は、日本の指揮者。東京芸術大学作曲家を修了した後、指揮家で、金子昇に指示し卒業する。指揮者、小林健一郎の同窓生。直美学園や東京音楽大学指揮家で、後進の指導の傍ら、オーケストラやミュージカルアニーほか、合唱団の指揮者、音楽監督等を務めた。活躍している指揮者の中で、彼の指導を受けた者は、 数多い。2003年、明日である8月31日に合わせて、かつしか、シンォニーヒルズにて、松本菊生メモリアルコンサートを開催。プロアマ問わず、松本菊先生に、今位の有志メンバーにて集められたオーケストラにて、演奏会を開催。妻であり、初夏でもある、松本民子氏の個展も、同時開催。音楽と書道。 という異色のコラボレーションによる新しい芸術を創出する場となった。参加者にはコンサートマスターとして NHK 交響楽団のバイオリン奏者、横山氏ほか多くの音楽家、音楽大学卒業者、及び松本菊生先生が指導されていた大津賀女子大学、都立日比谷高校、旧東京教育大、大宮フィルハーモニー還元楽団の関係者などが参加。 https://userweb.vc-net.ne.jp:/tukamoly:/km/matsmoto.htm ありがとうございます。